皆さん、こんにちは。日々熱戦、激戦が伝えられてくるパリ五輪のバレーボール。男子日本代表の監督を務めるブラン監督は、この大会をもって退任することが分かっています。退任する理由はどういったものがあるのでしょうか。また、ブラン監督が注意して指導してきたこととは何だったのでしょうか。今回は、ブラン監督という人物について改めて深掘りしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。パリ五輪、バレーボール男子、1次リーグで、日本対アルゼンチン戦が2024年7月31日に行われました。初戦でドイツにフルセットの末敗れていた日本は、アルゼンチンをセットカウント3対1で下し、初勝利となりました。第1セットから、日本代表のフィリップ・ブラン監督は、グーで握りしめた両手を掲げてガッツポーズを繰り出したり、柔らかな笑顔を何度も見せたりして、選手と共に戦っていました。ネット上では、ブラン監督テンション上がっていて可愛い、ずっと見ていたい。ブラン監督の笑顔何度見ても本当好き。ブラン監督の笑顔可愛い。などの書き込みが続々と見られました。一方でパリ五輪を最後に退任し、五輪後は韓国のクラブチーム、現代キャピタルの監督就任が決まっていることから、早くも寂しいとの声が上がっています。ブラン監督ってパリ五輪で監督離れてしまうんか、へこむ。パリ五輪終わったら韓国チームに行っちゃうの寂しい。五輪終わったら韓国のチーム行っちゃうのやだよ。韓国行っちゃうの今から寂しいな。五輪終わったら日本から離れちゃうの本当に悲しい。などその規定路線となっている去就に寂しさをコメントするファンが多く見られます。現役時代はフランス代表で活躍し、引退後は母国の監督やポーランドのコーチを歴任してきました。2017年に中垣内祐一前監督に招かれ、2大会続けて五輪を逃すなど低迷していた日本のコーチに就任します。戦術や練習メニューの立案を担い、堅守を構築してきました。速攻などコート中央を重視した攻撃を浸透させ、2021年東京五輪では29年ぶりに8強入りさせました。その後は代表監督に昇格します。昨年はネーションズリーグ NL で3位となり、パリ五輪出場権も獲得します。今年も NL で2位に食い込むなど、日本を世界のトップを争うまでに引き上げてきました。コーチ時代を含めて日本で8年目を迎え、パリを集大成にする意思を固めたといいます。五輪後は前述の通り、韓国のクラブチーム現代キャピタルの監督就任が決まっています。そのことは2024年2月に韓国のクラブチーム現代キャピタルを通じて発表されており、2024年7月に日本でも正式に発表されました。キャプテンの石川選手は、このチームはブラン監督がいてのチームだったので悲しいですねと述べており、チームの成長が目覚ましいタイミングでの退任となり、チームの雰囲気も良かっただけに惜しまれる声が絶えません。ところでブラン監督はなぜ辞めてしまうのでしょうか。また気になる後任は誰なのでしょうか。そういった疑問に迫ってみたいと思います。ブラン監督の退任のニュースを聞いた海外のバレーファンは下記のようなコメントをしています。これまでのところ最も驚かされたのはイランとスロベニアの飛躍だが、実際にブランが日本で成し遂げたことに遠く及ばない。ブラン監督の下で日本ほどクオリティが飛躍したチームは歴史上記憶にない。世界大会の会場で他国が日本ほどの人気があっただろうか、などブラン監督の功績を海外のファンも認めてくれているようです。まずここまですごい監督がなぜ日本に来てくれたのでしょうか。 JVA 会長代表理事の河合氏が、過去にヨーロッパで好成績を収めているのになぜ日本に来てくれたのかという質問に、ジャパンバレーボールアソシエーション公式サイトで次のように答えています。日本代表の監督になるのは簡単ではありませんでしたが、簡単かどうかで選んだわけではなく、情熱を傾けられるかどうかを基準にしましたと答えていました。日本代表監督になる時も日本からのラブコールあってのことだったとは思われますが、監督自身がこういった攻めの姿勢で判断しているということが明らかになりました。また次期居場所を検討しなくてはいけなかった昨年2023年の12月か今年1月の時点で、日本がブラン監督に契約更新の準備が整っていなかったというのも事実だとしています。メディアにも監督本人がそのように伝えていますので、
その間に韓国からのオファーがあったのだと思われます。だとしたら日本側の不手際があったと考えることもできるでしょう。本当のところは公になっていませんし、韓国のクラブチームにどういった経緯や条件で招聘されたかは分かりませんが、日本のオファーのタイミングなどや監督の攻めの姿勢とチャレンジ精神が今回の退任理由または移籍理由の参考になりそうです。気になるのはブラン監督の後任です。パリオリンピック開催後ということを考えると残り少ないため、次期監督はすでに内定していると思われますが、こちらもまだ正式発表されていません。日本人の監督になるのか外国人の監督になるのかについてもまだ分かりません。外国人監督だった場合、ブラン監督のキャリアのようにコーチから監督に上がっていくパターンが濃厚なのではという噂があります。または V リーグの監督などが濃厚でしょうか。例えば直近の試合で優勝したサントリーサンバーズの新監督は日本人監督から前年度はコーチだった元フランス代表選手のオリビエ・キャット氏になりました。フランスリーグでコーチオブザイヤーを獲得しています。また大阪ブルテオンの同じく元フランス代表監督を務めたティリ・ロラン監督も東京オリンピックでフランスを優勝に導いています。どちらもエリートといえる監督ではないでしょうか。他にもレベルアップした日本を売りに海外の有名な監督を引っ張ってくる可能性も十分にありますが、このタイミングであればすでに日本にいてもおかしくありません。ここまでは何の根拠もない憶測でしかありませんが、どうでしょうか。ところで次の就任先、韓国男子バレーの現代キャピタルとはどういったチームなのでしょうか。ブラン監督が移籍するクラブチームの正式名称は天南現代キャピタルスカイウォーカーズといい、男子バレーボールチームです。現代キャピタルといえば韓国男子バレーにおいてイケメンと言われているムン・ソンミン選手が有名です。これまでの韓国国内リーグの戦績は優勝を4回しているそうですが、ここ数年は目立った成績を収めていないチームのようです。ブラン監督就任後3年間でどのくらいレベルが上がるか楽しみでもあります。ここでも功績を残せばブラン監督の手腕は名実ともに確かなものとなります。また後に韓国代表の監督になることもありえなくはないでしょう。そうなると日本にとって厄介なライバルが誕生することになります。さてブラン監督は日本代表をここまで育てるのにとても苦労したそうです。組織において外国人が日本のカルチャーの特徴を感じる点として、日本が目上の人に聞く姿勢を大切にするところや、物事を完璧に計画立ててから実行するところなどがあります。裏を返せば日本の組織は目上の人に発言を控えたり、入念に計画するあまり実行が遅かったり、修正する際に柔軟ではなかったりすることが挙げられます。海外はある程度計画を立てて修正しながら進んでいきますので、そういった外国人の日本人へのネガティブな反応がよく聞こえてきます。結局良し悪しはどちらの文化にもそれぞれあると思いますが、ブラン監督も会社の社長のように苦労しただろうと容易に推測できます。パリ五輪も残り数試合となってきました。選手もそうですが、監督も有終の美を飾れるよう頑張ってほしいですし、日本からエールを送りたいものです。いかがだったでしょうか。今回はバレーボール男子日本代表監督ブラン氏について深掘りしてきました。ブラン監督は異文化で屈せず、日本の組織へ一定の理解を示しながら選手とのコミュニケーションもクリアにしてチームを育ててきました。監督の努力や熱意に敬意を表したいものです。バレーファンはみんな大好きなブラン監督の退任はとても悲しいですが、良き方向に導いてくれたその功績は忘れることはないでしょう。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。